Thank you.
これは僕とイナンナ、そして折れたデュランダル。あ？差し違えてるぜ。何よ、何なのよこれ。これを見てわかっただろ、なぜ天井が消滅したか。わからない、なぜこんなことに。お前は裏切られた。その絶望の気持ちが世界を滅ぼしたのだ。滅んだのは僕のせいだって言うのか。言ったでしょ、そこの女が裏切ったって。私が裏切ったの？ミオ、私の顔こそ貴様の所業の証拠だ。その顔、その声。イナンナへの恨みは骨髄にまで達した。転生してもその無念を忘れぬよう、その刻印を自らの顔に刻んだのだ。じゃあ、あんたは。私もアスラの転生。ルカ、貴様の魂の半身だ。なんだって。さあイナンナ、信頼と献身を持って地上と天井を一つに。イナンナ、なぜ。魔王様、許して。一つ聞こう。初めから暗殺するつもりで俺に近づいたのか。センサスの魔王アスラの心を奪い暗殺する。これがラティオの元老院から私に下された使命だったの。ラティオの、いや天井の未来はお前にかかっている。お任せください。バルカンが期待し聖剣デュランダル、そいつでアスラの首を打ち取れ。創世力を我らラティオのもとに。過当な地上の者との共生は世界に滅亡をもたらす。奴の好きにさせてはならぬ。心得ました。ではセンサスへ参ります。でも私は本当にあなたを愛してしまった。ラティオを裏切りかねないほどに。だけど地上の人間を天井へ戻すのは許せなかった。どうしても。俺を信じられなかったのか。もう地上の人間は神とは相入れない存在なのよ。天と地が一つになれば世界は衰退の道を歩むわ。デュランダル、お前もか。こんな結果になって残念だ。我はただの武具、人の道具に過ぎぬ。天を平らげるにはお前を制する以外あるまいて。俺の望んだ世界、世界は。Thank you.
そんなの嘘でしょ。嘘いやイナンナの裏切りが魔王アスラの魂に絶望と憎しみを刻んだ。そして私が生まれた。じゃあ僕は何なの？お前はアスラの迷いに過ぎぬ。思い出すのだ、大義を阻まれた無念を。そんな天井を滅ぼしみんなを不幸にしたのが僕。僕はどうすれば。僕はさあ行こう、我が半身よ。我々にはやることがある。さあ参りましょう。私はお二方の忠実なるしもべ。決してどこかの女のように裏切ったりはいたしませぬ。ルカ君？おい、グラ！ルカ！てめえ、戻ってきやがれ！な、行ったらあかんって、ルカ兄ちゃん。ミルダ、それがお前の選んだ答えか。ルカ。使命なのだ。私は世界を滅ぼさなければならない。人であれ神であれ、存在することが敵を生む。世界を滅ぼすだって、あなたは理想郷を作るって言ってたじゃないですか。どんな世界だろうと、この腐った天地よりはマシであろう。そんな僕らは、転生者はあなたの描く破滅のため利用されたってことな。そうとも、シスト機はみんな同じだ。素晴らしい世界の終焉だと思わんか。僕はどうすれば。世界の破滅、これもまた一つの救いなのだ。憎しみと裏切りのない世界を望むなら、力を使うのだ。さあ！無駄だ。お前らは同一人物。二人でも使えない。僕は力の番人だったからわかる。信頼する者もおらず。愛する者もいない。結局お前らに力は使えない。私の命をお使いください。なぜこんなに魔王アスラ様を持っているのに。アスラ様の心には私へのいささかの慕情もないのですか。
ではもう一つの方法を取るしかない。ルカ、お前の心に住み着いた女イリアの命をもって創生力を使うのだ。イリアは前世で僕を裏切った。スパーダも、リカルドもガードルに僕らを売ったし、ハンジもアルベールに従った。でもそんなことはどうでもいい。僕は、僕の前世に裏切られた。天井を崩壊させ、現世にまで及んで、みんなを不幸にしたのは自分自身だ。僕なんか、消えてしまえばいい。それが一番いいんだ！マティウス様、城が崩れます。まだ手はある。行くぞ、チトス。ルカ。飛行船へ戻るぞ。でもルカが。行くぞ。この光景、確か天井が滅びた時、そうか、そうやったんや。ほらエル、早く。Thank you.
僕のしてきたことは何だったんだろう。一体どうすれば償えるんだろう。より良い世界を作りたかった。世界がなくなれば、これ以上誰も不幸にはならない。絶望など生まれない。嬉しかったんだ、必要とされて。これが前世の絆なんだって。だが、その絆は偽りだった。裏切りを知ったのだ。いいや、この魔人アスラに到底得られぬものを、ルカ、お前は手に入れた。それは何？お前の世界での絆だ、ルカよ。僕の絆？そう、俺の結んだ絆ではない、お前自身の絆。僕の生きる世界。そうだ、みんなが待ってる。父さんや母さん、エディとニーノも、イリアたちも。